ホグワーツレガシー続きをやっていく。まずは闇の魔術に対する防衛術の授業を受ける。我が人もよ、会えてよかった。夜の学園は生徒がいない。授業の前に先生とお話し。先生はホグワーツの生徒だったんですか？そうとも、誇り高きレイブンクロー生だった。気になるのかい？ホグワーツがどう変遷してきたのか興味があります。そうかい、あんたにも分かってるだろうが、城そのものが驚きに満ちてるんだよ。だからここで変化するものはおそらく階段だけじゃない。生徒に関して言えば、毎年どんどん能力が上がっているようだね。といっても、私らの頃も今と同じぐらいいたずらはあったけどね。私が首席だった頃は、あらゆる悪事を見逃してやったもんだよ。だけどね、フィニアス・ナイジェラス・ブラックとかいう男が、授業中に砂糖羽ペンを楽しんでた時には、さすがの私も注意したよ。まさか、先生とブラック校長が学生時代に、一緒にいらっしゃったなんて。見た目に騙されちゃいけない。いいかい、私はかつて時そのものに傷つけられたことがあるんだ。そんなことがあるなんて想像したこともありませんでした。ああ、まあ前の仕事はそういう危険性を伴うものだったからね。聞いてるかもしれないが、私は長年魔法省で無言者をやっていたんだよ。無言者？それは。ああ、ご想像通り、私の口からは具体的に話せないんだよ。あの仕事ではそういった事故は避けられなかったとだけ言っておくかね。これで当分はあんたの好奇心が満足するといいけど。はい、話してくださってありがとうございます。杖の練習に励むんだよ。常にいたずらには備えておかなくてはね。城の外でも忘れないように。ばっちゃん実は校長と同じ年頃だった。時間を経過させて授業を受ける。私が頼んだことを全部終わらせられたかい？先生、新しい課題が全部終わりました。よくやった。じゃあエクスペリアームスを教えよ。よく見ておきな。最強の闇の魔法使いが相手でも武装解除呪文だけで倒せるなんてこともあるんだからね。呪文を使うには精神集中と安定した杖さばきが必要だよ。エクスペリアームスを覚えた。素晴らしい。ここのダミーで好きに練習しておくれ。エクスペリアームス上達してるようだけど、サボるんじゃないよ。いつかエクスペリアームスで命拾いするかもしれない。インセンエクスペリアームス、レビオンステリー、アクション。インセンディブ。
エクスペリアンス。次は前回頼まれた湖に沈んだアストロラーベを探しに行く。置いただけでは何も起こらない。インセンディオ。炎に反応した。インセンディオ。開いた。調べるべきだな。レベリオ。インセンディオ。メガネしかなかった。レベリオ。インセンディオ。アクション。意味ありげな雰囲気だったけど何もなかった。
本来の目的庫探しに戻る。ピンチスメドリーの家宝はここにある。違った。見つけた。家宝を見つけたってグレースに知らせよう。岸から結構近かったあいつ、自分が濡れるのが嫌だっただけでは。潜るのはそれほど難しくなかったでしょ。グレース、言われた通り黒い湖に潜ってきたよ。それは素晴らしいわ。アストロラーベは見つかった？うん、でも大変だった。報酬があってもいいんじゃない？なるほど、それもそうね。宝物を見つけた報酬とやらを渡せばいいんでしょ。取り戻してくれてありがとう。他にも潜れる場所を探すべきよ。あなたほど上手ならきっといろいろなものを見つけられるでしょうから。本当にありがとう。これからも潜り続けてね。あなたには宝探しの才能があるわ。潜るのが難しくないって言うなら自分でやればいいのに。次は禁書の棚で手に入れた本の破れたページを探しに行く。
ちを考えろ。労働家にだって心があるんだぞ。ではゴーストのほとんど首なしニックに会いに行く。インセンディブ。すみません、そこの君、ちょっと一緒に来ていただきたいのですが。何かご用でしたか？はい、ニコラス・ド・ミムジー・ポーピントン卿と申します。以後お見知りおきを。こんにちは、ニコラス卿。例の本と行方不明のページのことを知っています。力になれるかも。よければついてきてください。近くですよ。待ってください、どうして本のことを？ページがなくなってることまで。ゴーストの間で噂が。サロー君と共に金書の棚のそばで目撃されたのです。ご心配なく、秘密を守ります。私がページの持ち主を知っていることは大きな進展となるかもしれません。喜んでお連れしましょう。ただ途中でちょっとしたお願い事を聞いていただけたら助かります。つまり頼み事の報酬がページってことですか？はい、大したことではありません。厨房で腐ったローストビーフを調達していただけたらありがたいのですが。ローストビーフですか？それも腐ったやつ？そうです、腐ったローストビーフです。ちょうどよくプカプカ通り過ぎれば味が感じられそうなのです。うむ、やれると思いますが。なんで僕に？単純な理由です。このゴーストの体では運べないのです。レベリオ、もしローストビーフを手に入れてくださるなら近いうちに一通り説明しましょう。着きました。梨をこちょこちょして。梨をこちょこちょ？そうです、絵の中のここで待ってます。しもべ妖精の邪魔はしないようお願いしますよ。うむ、もう腐ったローストビーフの甘い香りが想像できますよ。理解不能です。美味しい料理がたくさん、小腹が空いたんじゃないですか？育ち盛りの人間の食欲はご存知。盗み食いができる。いい匂いがする。歓迎のおやつだ、美味しい。ひどい匂いだ。近づいてる証拠だね。
嬉しいです。おや、何をお持ちしましょうか。かぼちゃパイはいかがです。ウェルシュラビットもございますけど。ああ、それもいいね。でも今は腐ったローストビーフが必要なんだ。ああ、ニックに頼まれてお越しでしたか。どうぞお持ちください。フィンキーが思いますのは、ニックはもう嫌になったんでございますよ。どんな味だったか、そのかすかな記憶を求めて延々うろつくなんて。大広間で出される食べ物は、しもべ妖精たちが魔法で作ってるの？滅相もございません。屋敷しもべ妖精でも食べ物は生み出せませんよ。ガンプの元素変容の法則、5つの主な例外のうちの1つ、それが食べ物です。とは言いましても、しもべ妖精にかかれば数を増やすことも形を変えることも調理することも可能でございます。そちらを大広間にお運びするんですよ。ここで作る食べ物に制限はあるの？ないと思いますがね。なんといってもフィンキーにはヘルガ・ハッフルパフが残してくれたレシピがたんとあるのですから。中でもマルメロパイの人気はいつもすごいものです。ここのところはアーブロース燻製料理も流行ってきておりますがね。生徒が厨房に入っても大丈夫なのかな。まあ本来でしたら生徒の皆さんは厨房に入ってはいけませんね。ですがフィンキーは気にしません。生徒の皆さんにお会いできるのはフィンキーにとってこの上ない喜びですから。ごちそうはたくさんございますけど、ここにはお客様もめったにいらっしゃいませんしね。またいつでもいらしてください。会えてよかった。ローストビーフをありがとう。とんでもございません。フィンキーもお会いできて嬉しゅうございました。ニックにもどうぞよろしく。腐ったローストビーフを手に入れた。レベリオン。レベリオン。しもべ妖精が作った食事は最高だ。屋敷しもべ妖精たるスクロープですが、夜遅く忍び込んでは何かをくすねていきますよ。見ないふりをしてますが。歓迎のおやつだ。おいしい。ああ、おかえりなさい。問題なかったですか。ええ、フィンキーがよろしくと腐ったローストビーフも一緒に。それは何より。フィンキーは優しい妖精です。さて、パトリック・デレディ・ポドモア卿に牛肉を渡しましょう。ページの発見に一歩近づきますよ。何が何だかどういうことですか。大変失礼を。先走ってしまいましたね。パトリック卿は首なし狩りを主催しています。首のないゴーストが集まり、
さまざまな首なし活動を行う催しです。首なし活動？はい、ご覧になればわかりますよ。さておき、理由は知りませんが、生前のリチャード・ジャック・ドーがページを持っていました。腐ったローストビーフをパトリック卿のところへ持っていき、私たちが狩りに参加し、ジャック・ドーと話す作戦です。行きますか？腐ったローストビーフはあなたへの贈り物かと。ある意味そうですね。実を言うと、長いこと狩りへの参加権を手に入れようとしてきたのです。パトリック卿に牛肉を差し出せばそれが叶うかも。もちろんそちらのお役にも立つでしょう。そこに行って何をすればいいんですか？話はこの私めに。傲慢とも言えるような方々ですので、きっと歓迎してくれると思いますが、それは君が持参する腐った牛肉のおかげということです。それって危ないんですか？首なし狩りは生徒どころかハエ一匹傷つけませんよ。ただの楽しいこと好きな首なしゴーストです。なるほど、パトリック卿に会って首なし狩りを見てみたいです。素晴らしい、後悔はさせませんよ。パトリック教のもとに案内します。おいネスタ、お客さんだぞ。決まりを忘れたのか、ほとんど首なしに。アムゼット教、通してくだされ。パトリック教に手土産があります。どうせ仲間に入れてくれって話だろいつもああなんですか？ああ、悪気はないのです。パトリック卿が誘ってくれさえすれば仲間に入れますから。これを差し出せばきっと。目的を忘れないでくださいね。ご安心を。すぐにジャック・ドーから情報が入ります。どこにいるか分かれば。たっぷりの蜂蜜酒か子羊の骨付き肉でも欲しいところだな。この宴にはそれだけが足りないのだよ。その次にいいものはいかがです？ああ、ニコラス教と生徒か。誰が通したんだ？実は贈り物がありまして。実に怪しい。念のため聞いておくが、本当の望みは何だ？リチャード・ジャック・ドーです。今どちらに？話をしたいのですが。ジャック・ドーか。やつならここにいるぞ。残念ながら肝心の首がない。君には首なしの苦労は分からんだろうこれは一本取られました。首ならその辺にあるはずだ。ゲームにでも使っているのだろう。見つけられたら本人と話すことを許可しようじゃないか。若き聖者よ。程よく腐ったこの贈り物に対するせめてもの礼だよ。実はもう一つ相談があるのですが、いいですか？ニコラス卿、君もしつこい男だな。何度聞いても答えは一緒だですが、いいか、我々は皮一枚でつながった首なし狩りではないのだよ。さあついてきたまえ、案内してやるよ。出口へ。若き友よ、さようなら。君が目的を果たせますように。首なしニック仲間に入れてもらえなかった。かわいそう。生きてた頃はここまで愉快じゃなかったな。地図か。行方不明のページとは関係なさそうだけど、とりあえず取っておこう。レベリオン。インセンディブ。
レビオーソだ。次にカボチャの中のかくれんぼゲームに参加するのは誰かな。こんにちは、力を貸してください。おや、ニコラス卿の友人だね。彼に見捨てられたのか。いえ、リチャード・ジャック・ドーと話がしたいんです。パトリック卿がこの辺りに頭があるかもって。その通りかもしれないな。人間を含めるのは少々異例のことだが、まあお前がどうしても話したいというのであれば。いいだろう、ジャック・ドーと話してもいいぞ。ここのカボチャの中から彼の頭を見つけられたらな。1回ではなく5回だ。無事に見つけるたびにダンフリーがジャック・ドーの頭を別の場所へと移すからな。それがルールだ。やるかい。どうしてジャック・ドーの頭を使うんですか。どうしても知りたいなら最年少のメンバーであるジャック・ドーを捕まえて聞くんだな。もう一度ルールを教えてください。カボチャの中から彼の頭を5回見つけるんだ。杖を使え。これ以上ヒントをやることはできないんだ。どうやって首なし狩りのメンバーに入ったんですか。私は共に反逆した仲間と共に処刑された。地元の州の行政が気に食わなかったから自分たちの手で対処したんだよ。反逆とは大げさな言い方だが、ともかくそれで有罪になってしまった。私に任せていたらもっとマシな結果になったと思うがね。わかりました。それでジャック・ドーと話せるなら。素晴らしい。もちろん杖を持った人間は我らゴーストに対して有利だがな、そちらは好きなだけ魔法をぶっ放すことができる。いいか、奴を5回見つけるまでゲームは終わらないからな。はじめ、見つけるまでは心を無にしろ。アクション、インセンティブ、アクション。もう見つけたのか。また隠れ先のカボチャを見つけないとな、ジャックドー。どう考えてもこれは最高の瞬間じゃないな。後片付け係じゃなくてよかった。こんな遊び方初めて見た。なんで戻ってきちまったんだ。アクション。彼もあなたにはかなわないみたいね。レベリオン。私も敵があればな。あそこからだもん。首が入ってるカボチャだけロックオンできない。あら楽しそう。デートが遊んでるわ。こんな遊び方初めて見た。レベリオ楽しそうね。
またかよ。あの片付け係じゃなくてよかった。レベリオン、あら楽しそう。あっさり見つけてくれるじゃないか。レベリオン、じき見つかるさ。よくやった。杖があってこその結果ではあるが、それでも賞賛に値するのではないかな。悪くないな、人間にしては。さあ、ジャックドーに言いたいことを言うがいい。頑張ったご褒美だ。お見事だけど、どういうことだ。お前はメンバーじゃないだろ。僕が探してるページのありかを君が知ってるかもって、ニコラス卿に聞いて。なんてこった。どれのことを言ってるかすぐ分かったぞ。あれはピーブスからいただいたんだ。忘れもしない。あのページの地図が俺を破滅へ導いたのさ。普通思わないだろ、洞窟であんなことが待ち受けてるなんてさ。ページは多分俺のその体と一緒にじわじわ朽ち果ててるところだろ。最後にふさわしい大冒険だろ。ページのせいで頭を失ったの。僕は君の死体を探さなきゃならないのか。そういうことだよ。お前首なしゴーストなら死体なんて言葉慣れっこだと思ってるだろ。そうだ、いいこと考えた。禁じられた森の外れで会わないか。どこ行きゃいいか教えてやるよ。洞窟には何があるの。俺の死体以外にか。記憶が正しければお宝が少々に魔法の橋。ま、全部バラしちまったら驚きがないからな。せっかくの冒険だ。洞窟にいた人に首を切られたの。その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後に頭がふわっとして、覚えてるのはそれだけだ。だからもし行くんなら気をつけろよ。何に気をつけりゃいいかは教えてやれないけど、お前は勘が鋭そうだし、そよ風には注意しろ。ピーブズはポルターガイストだよ。どうやって盗んだの。別にあのお化けから直接かすめ取ったわけじゃない。あいつがめちゃくちゃにした場所で見つけたんだ。あいつは物を壊すのが趣味だろ。本でも瓶でも鎧もだな。騒ぎを起こせるなら何でもござれだ。あいつが図書館で大暴れした後に見つけたんだよ。亡くなったことにも気づいてないさ。あのページは必要なんだ。分かった、行くよ。ありがとう。心配すんな。とりあえず体と再会してからだけど、ダンフリーが何とかしてくれる。森の外れで会おう。リチャード・ジャック・ドーから破れたページの情報を得ました。今回はここで終わりたいと思います。次回はジャック・ドーの死体のそばにあるページを探しに行きます。ご視聴ありがとうございました。